はい、どうもなくるせです。さあ今日はねどこでしょうか。はい、もう説明はいりません。はい、いりません。はい、甲子園の駅です。あ、甲子園の駅ってねこんななってるんですよ。いいですよね、なんかドームみたい。はい、はい、甲子園って書いてるでしょ。はい、甲子園です。あれね、ホームの上のこの屋根ですよ。いい感じですよね。なんかドームみたいでもあり、ボールのようでもある、なんかそんな感じですよね。あ、いいですね。あ、なんかこう特徴的なものっていいですね。あ、月だ、月、ほら、あれ、これ、これ、月、いいなあ。あ、私ね、お昼にあの月と太陽をね一つの写真に収めることできないかなってねずっと思ってたことあったんですよ。ずっとね、なんかすごくないですか、それできたら。で、一度だけね撮れたんですよ。すごいですね。できないのかなって思えばねできるんですよ。考えたこともなかったんですけど、ふと思ったんですよ。あれ？とかと思ってね。一つの写真ですよ。の中に月と太陽をね、こう入れることってできないのかなーってね、ある瞬間思ったんですよね。そしたらね、結構ね、すぐにできて、って思ったんですよ。できるじゃーんみたいなね。面白いですよね。あ、そうそう。私ね、もうね、昨日からね、ちょっと大変なんですよね。何が大変って、このスマートフォンですよ、このスマートフォン。私ね、iPhone 使ってるんですけど、1個前の機種ですよ。2つ前の機種になるのかな、わかんないですけど、指紋認証でね、してるんですよ。ロックを解除するのにね。そしたら、昨日からね、指紋認証がねどうもねうまく作動しないっていうね。私もしかしたらね、もうこのこう分かります、この肌荒れ感、もう昨日の仕事でね、もうね手がボロボロになってね、もうねカッサカサですよ。もうカッサカサの上ね、こう指紋までなくなったのかなみたいなね。結構ね昨日溶剤というかああいうのもねいっぱい使ったりしてたっていうのもあるんですけど、指紋なくなったのかな。指紋認証がね全然効かなくて。解除するのにね、何桁でしたっけ、あれ6桁ですか。番号いちいち入れないといけないっていうね、ちょっとめんどくさーってこと思ってね。いやー、そんな感じです。はい、今日はね、いい天気ですよ。いやー、空が気持ちいいですね。ちょっと見ます？空。あー、気持ちいいですね。いやー、いいなー。いやー、やっぱね、こう、スタートがね、いいと、気分いいですよね。はい。あ、気分がいいといえばですよ。朝のスタートがいいといえばですよ。私ね、今日ね、朝お風呂入りました。なのでね、いつにもマシですよ、気分いいですよ。もう髪ね、サラサラですからね、サラサラ。朝シャンしましたからね。朝シャンじゃないですよね。朝お風呂入りました、がっつりね。まあ、なぜかというとですよ、昨日ですね、あまりにもね疲れすぎてですよ。今日ね、残業に続く残業しましたからね。まあ、あまりにも疲れてね、そしてここから帰るのにもね2時間かかりますからね、私家までね。もう着いた頃にはねもうフラフラになってまして、ご飯をね、食べながら寝てました。この服のままですよ、しかも。気がついたらね、4時半だったですよ。びっくりしましたね。もうだってね、目覚ましもかけてませんよ。危ないですよね。危なかったですよ。朝起きれてよかったですよ。
まあ実はねちょっと寒くて起きたんですよ。寒いと思って起きたら4時半だったっていうね、しまったと思って、でまたね中途半端な時間に起きちゃったなと思いながらですよ、まあいっかと思って、だってこの動画もねアップロードしないといけない、サムネイルも作らないといけないタイトルも考えないといけないとかね思ったので、あこれ二度寝禁止とかと思ってね、もうそのままね、あ風呂入ってなかったと思ってね、あお風呂にね入りました。気持ちよかったですね朝。あやっぱいいなと思いましたね。はい、もう体もねシャキッとしますけど、やっぱね気分いいですよ。はい、だからか結果オーライじゃないですけど、やっぱいいなってね、スタート朝のスタートがね良かったらね、すごくね気分いいですよ。はい、なので、ね、今日もノリノリでね、頑張っていきたいなと。いうふうに思います。バイバーイってそんな感じでね終わりたい、終われたい、いや、あ車ねちょっとね譲ってもらいましたいや終わりたいわけじゃないですよ。はい、で6分また何も内容のない話で6分経ってしまいましたやばいいつまでこんなことを繰り返すのだいやどうしよう。いやでもこれやめた方がいいかもしれないですよね。なんかねくどくどね、何偉そうに物言ってんのってなっちゃう可能性あるので、もうなってますかねやめた方がいいかなと言いつつですよ、今日はね、あそうそう、ね今日車掌さん見てたんですよ今日ね、電車で一番後ろに乗ってたんですよ。で車掌さんがねこうマイクでね喋るじゃないですか。それをねじーっと見ててちょっとねやっぱ思ったことあるんですよ。何を思ったのかっていうと言葉です、言葉。はい、だからね今日ね言葉についてねちょっと話しようかなと思うんですけど、まあね言葉、どんな内容かというとですよ、言葉と思考でね考えることっていうことですよ、と行動ですよ、これはねほぼ正比例してるっていう話をねしたいなって今思いました。はい、言葉、思考、行動、これは正比例する。どういうこと？どういうことですよね。はい、いやね、言葉のチョイスですよ。普段ね、自分がどういった言葉のチョイスをしてますかということなんですよ。はい、私ちょっとね、最近思ったのが、自分の動画見ててちょっとまずいなって思う時あるんですよ。はい、ちょっとね、自分の言葉のチョイスがですね、間違ってることっていうのがありまして、はい、そこはねちょっとね修正していかないといけないなという感じです。はい、いや例えばですよ、今のです、最後のですね、それがね私最近ねなんとかすっていうようなね言い方よくしてるなって思ったんですよ。いやこれね流されてます完全にね私ね。はい、いや言葉ってね本当にね自分が思ってる以上に重要なんですよ。重要です。自分がねどんなね言葉を使うのかっていうので自分のね行動っていうのも決まります。はい、これは本当そうなんですよ、本当そうなんですよ。一度ねやってみてほしいんですけど、あのね丁寧な言葉を使うとね自分の行動もね丁寧になります。これ本当になるんですよそれが言葉のチョイスを間違えるとね、それに比例してね、自分の行動ってね変わりますよ本当に。これ本当そうなんですよ。なので自分がどんな行動を取ってるのかっていうのを、違うな、いや自分が普段ねどんな言葉を使ってるのかっていうのをね一度ねチェックしてもらいたいんですよね。
チェック。いや、チェックしたくねえよっていうね、人はね、しなくていいと思います。でも、もしね、もしですよ、今の自分がね、なんか自分が思い描いた場所ですよ、そこにたどり着いていないなって思ったのならですよ、もしね、ちょっとね、自分が使ってる言葉っていうのはね、客観視してほしいなということですよ。はい、例えば自分のことですよ、自分、なんかいろいろ言い方あるじゃないですか、私って言ってみたりね、自分はって言ってみたりね、俺とかね、なんか他あります？わしとかね、他何かな、なんかいろいろあると思うんですけど、例えばですよ、自分のことをなんていうのか、誰かが目の前にいた時にね、まあ結構あれですね、男の人だったら俺とかね、あ、僕とかありますよね、僕ねとかね、俺ねとかいうことあると思うんですけど、例えばですけどそういうことですよ、どんな言葉を使ってるかっていうようなところなんですよね。で、まあもうちょっと言えばですよ、その後ですよ、自分のことを僕ねとかっていう、その僕の後にどんな言葉を使うかっていうのもね、一度ねチェックしてもらいたいんですよ。例えばまあここ関西なんで結構あるのがね、俺なとかね、俺はなとかね、そんな感じですよ。どういうね言葉をね自分がね、チョイスして、普段会話で使ってるのかということですよ。それを一度ねチェックしてもらったら、その言葉通りの行動をねしてると思います。はい、と何言ってるのってまたなるかもしれないですけど、これね本当そうなんですよ。はい、なのであとそうですね、そのどんな言葉使ってるのかなっていう目線でこう世の中をね一回ね見渡してもらったらですね、なんとなくね、なるほどなと、そういうことかということがね見えてきますよ。はい、例えばホテルだったらホテルに行った時にね、そのホテルにいる人ですよ、特に従業員の方ですよね、がどんな言葉を使っているのかとか、それとか車掌さん、今日ね私見たその車掌さんですよがね、どんな言葉を使っているのかなっていうところをね、見てみると、ほうほうほう、なるほどなというふうにね見えてくるとこ ありますよ本当に。はい、例えばなんですけど、じゃあ車掌さんがね、あ、車掌さんって結構独特なね喋り方する方もいますよ。なんて言うんですか、アナウンス、ね、でなんか独特な人いるじゃないですか。今日も何々でしょうご利用いただきありがとうございますみたいなね、そういうのもありますけど、でも最近はね結構普通にこうアナウンスされてる人多いですよね。あ、まあまあでもですよ、その話すリズムっていうのは独特なものはありますけど、でも言葉のチョイスっていうのは決してね変な言葉使わないじゃないですか。その人の個性ってねあまり出さないじゃないですか、ナイスかみたいなね、こういう語尾絶対使わないでしょ、はい、次は何々駅ですとかちゃんと言うじゃないですかそういうことですよ。それはね、個性出しすぎてね、次はどうのこうのとか、あとねその人が今日ね、気分が悪い、気分が優れないからね、なんか適当になるとかねないじゃないですかそういうことなんですよ。だって車掌さんが今日ね自分がこうなんかイライラしててね気分悪いからってね、次の駅の、開くドアはね多分右ですとかね言い出したらね大変ですよ本当にそんなことね考えてたんですよ。次の駅何だったっけなとかね、もう忘れたとかねもうめんどくさいとかね言い始めたら大変じゃないですか。だからね、言葉、どんな言葉使ってるのかっていうので、やっぱりねその人の行動ですよね、が決まってきて、やっぱそれに応じてね比例するかのようにこう
身なりですよね。パッと見の身なりであったりとかっていうのもやっぱりね、そこもねこうリンクしてくるっていうところがあるので、まあ結局は自分がどうありたいか、どうなりたいかっていうところとイコールだったらいいんですよ、全然。はい。でももしイコールじゃないとしたらですよ、今なんか違うなって思うんだったらですよ、そこをイコールにしていくことっていう、ただそれだけです。その時にね、どうすりゃいいのってなった時にですよ、どうしてもね、どうしても必要になってくるのが言葉です。はい。いや結構ね、そんなもんですよ、ね、簡単でしょ。簡単なんですよ。いや以前もね言いましたけど、いろんなところにね、いろんな情報が溢れてて、なんか生きるのって超難しいんじゃないのってね、なんかどこかにたどり着けたほんの一握りの人だけがね、幸せになれるんじゃないのとかね、そういう風に思ってしまうかもしれませんよ。だってこれだけ情報がね、生き方についてとかね、いっぱいあると、そうなるんですけど、全然そんなことないです。全然そんなことない、超簡単です。はい。なので本当にね、もう超重要な要素っていうのは言葉なんです。ということでね、今日ね車掌さん見てて、ああやっぱ言葉かーってね、改めてね、思いながらですね見てたわけですよ。はい。ということで、言葉ですよ。はい。言葉イコール、思考ですよね。言葉と思考もね、もう連動してくるので、ほぼ正比例してきます。はい。で、その、後ろにですよね、言葉があって思考、行動ですよね。これはね全部ね、ほぼイコールでつながっていくということなので、十分ね、注意してもらえたら、注意してもらえたらっていうわけじゃないですけど、なりたいね自分の言葉ですよ。はい。それをね、きちんとというか、うまくというか、チョイスできるようにね、するだけでですよ、それだけでね、毎日ハッピーになれるということです。はい。ということでですね、今日また17分、やばい、18分になるまでに切ります。はい。それではですね、今日もね一日ここ浜甲子園でね頑張っていきたいと思います。はい。それではまた明日会えたら、今日ね一人仕事なんですよ。でも頑張ります。朝日、おはよう。はーい。それではまたね、明日会えたら会いましょう。18分ちょうどできる。よし、バイバイ。